目白自動車の野でございます。平成19年のデミオスポルトでございます。ラリオのタイヤついております。17565R14 ということで、横浜の A035 ということでですね、アドバンでございます。オーナー様カスタム費用で、約車両と合わせて200万ぐらいの素晴らしい車両でございます。クスコの MZ タイプ RS、 これ LSD の方入っております。ワンウェイか 1.5 ウェイでということで、ご確認お願いします。片番で出るかもしれないですね。バッテリーも状態も抜群ですし、下アンダーカバーついております。まあ、あのダート用ラリー用というかですね、で、まあ、汚れるかなという部分なんですけども、カバーがついている分で、エンジンの下回りも守られますね。まあ、レース用ということでテープ貼られたりということもありますが、まあ、非常に綺麗な状態です。ちょっと雨で今濡れておりますが、もうほとんど傷もなくですね、もう薄へこみがちょっとあるかないかぐらいの状態しかないということで、もう完璧です。そして、オーリンズの車高調、こちらがですね、まあ、ちょっと今見えづらいですけども、オーリンズの車高調は、特注だそうです。特注の新品ということで、軽自動車が1台買える分ぐらいのお値段がしたということになっております。外装をざっと見ますが、まあ、もう特に気になる部分はなくですね、オーナーさんも一度だけしかそこはダートの方されてないということで、かなりいい状態であるのは間違いないと思います。まあ、ミラーとか傷とかもないですね。まあ、見落としはあるかもしれません。雨ですのでね、小さい傷とかはあるかもしれませんが、後ろの方タイヤの方が17565-14の一緒ですけど、タイヤも031の方ですね。こちらは031、前の方が A035 ということで、ご確認いただければと思います。で、今現在ですね、車検証上2名乗車になっております。完全な公認でございます。まあ、座布団かぶってますが、これ辺のベルトとか付属しません。あとシートも付属しません。で、こちらは10点式のロールバーということですね。ダッシュモータースポーツというふうに書いてあります。こちらの付き方、まあ、プロの仕事ですよね。完璧な仕様として付いております。後ろのカバーの方付いてありますが、まあ、ちょっと今雨で汚れてますけど、非常に綺麗な状態であるのは間違いございません。そしてリアの方も車高調の方オーリンズでございます。まあ、本当にプライベートで、使われる部分少ない部分というんですかね、まあ、本当に綺麗に使われているのがもう見てすぐ分かると思いますが、もう気になる箇所は基本的にない、無実行、実走行の6万キロ台ということで分かると思います。はい、で、一応ですね、で、点検記録簿の方も残っております。こちらがつきません。ナビの台だけはないですね。ですので、ケンウッドの CD プレイヤーのみ、そしてスパルコのシートも外してノーマルシート戻し、で、モモのハンドルも外して、車外のステアリングの方に戻す感じになります。助手席はノーマル、こちらですね。あとタイヤの方もノーマルの方あるそうですので、その点、移動用とかにも最適かと思います。エンジンかけてみます。レッツのシフトパターンがついていますね。はい、マフラーはノーマルでございます。すみません、 ETC も外してしまいます。61,863km ということでですね、現在、絶好調です。あと ABS ランプがついちゃってますね。ちょっとオーナー様に聞いてみます。すみません、 ABS ランプもつきっぱなしになってますが、解除してるので、はい、ABS 解除です。そうですよね、はい、ABS の方解除されてるのでつきっぱなしの方になってます。こちらは消せないというか、玉抜いちゃう、いやということで、まあ、つきっぱなしということでご理解いただけると思います。エアバッグの方はですね、ドア側の方もなんか配線の方で外したみたいで、つかないようになってるみたいなんですが、たまにつくこともあるみたいなことを言われておりました。ただですね、こちらはまあ、ランプ関係、チェックランプといいましても、エンジンとかですね、大きなトラブル系のランプではございませんので、安心できるかと思います。シガーのソケットはこちらにあります。内装もかなり綺麗な状態と言っていいと思います。こちらキーレスもついておりますね。はい、ちゃんとアンサーバック機能ついてるんですね。
ということで、外装の説明と、内装の説明軽くですが終わらせていただきます。色番号はですね 36C というカラーですね。シルバーに少し緑が入ったような感じなんでしょうかね。とてもいい色合いでございます。よろしくお願いします。目白自動車本でございました。